画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。久しぶりのハグプレイ、しかもただのハグではありません。ワープできないハグでメメント持ってきてますワープできないハグがただのハグ、ただのハグって言ってもね、ワープできないから一体どうなんだと。ワープできないっていうハグは弱いんじゃないかと思われがちなんですけども、このワープできないハグ、なんとね、実体化したハグ、これをね、こう通過することができないんですよ、生存者がね、うん、私の今のアドオン構成上ね。プラスね、足が速くなってます。普段のハグって遅いんだけど、それに加えワープできない代わりに足が速くなるというアドオンまで積み重なっていると。おい、もう目の前に、あ、意外と分かりづらいところにあるぞ今回。いいね、これこれいいね買いとこう。でこの罠にね、通過できないから板の上にかぶってのがこれセオリーなのよね。こうすることによって生存者はね、こう意気揚々と板に向かっていくんだけども、まあ板を通過できない。プラスあれはちょっと無視して、まずは置くことが重要。いたいた、派手なジークくん、こうやってね布石を置いていく、これが重要よ。まあ物語もそうでしょ、物語もね、映画とかでもそうですけど、布石だったり布線だったりね、こういうのが必要になってくるからね、それを後々に回収するというね、まあ、伏線ね、うん、さてと奥に回ってますね。ここも板ポイント封じてしまおうか。あ、ここここ、え、ちょっと待って、ここ、あら、よいよい、いたいたいた戻ってきやがった。ここにね、ここに、あ、手前にしか書けないな、ここ狭すぎて。まあいいか、いたね。でもう一個重要なのがね、ちょっと待てよ、先にこの派手なテグのおじさんどうにかして。まったくよ、ピコ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 した音楽が好きなのか。ここ通れなくしときましょう。さらにどうなるんだ、ちょっと待って、下戻ったな今、奥にいるね。うん、音がする私の聴覚を舐めるんじゃない。そして上に行けばそう通れない、戻るしかない。なっなっていう、私の自分の分身に話しかけてしまった。なあ私の分身よ。これがですね、めちゃくちゃ強いんですよ。一応目の前に置いときましょう。発生させるとね、救うときに邪魔になるんで、これもここを越えるときに越えれないという事態が起きます。逆サイドから行かれるとちょっとダメなんですけどもね。バーンやってんな。でもここいるでしょ、いじった跡があるが、まず一旦殴ってみましょう。まあなんて言ったってイタチが飛び出したっていうバグをつけているので、これによってジェネレーターをパンパンするとね、生存者を釣った後ね、パンパンすると、まあ、25% 交代していくっていうね。来てるな、早速。ちょっと、テクノおじさんが、めちゃくちゃ見えてる。先に。戻ったな、これ。私の、これめんどくさいな。どうしようか、行くか、このまま乗り越えて。遅れたようだな、出だしが。 OK で、歯だよななんとなくそんな気がしたぞ。サイうまっ、やっぱり喉にかぶりついちゃう。そしてそこからの腎臓肝臓、あー、おいしい、もう焼くまでもない、なんつってね。ここにも書いておきましょう。
大の字寝ておりますけども、あの真ん中のところかな。ああそうだね、超えるとこですね。ここ厄介っちゃ厄介なんだよな。あ、家の中かやってんね。どこかこれ。オッケー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 。どこに行くの。まずはケリー入れましょう。この前にも置いといてやる。こうやってね、ガンガン通路を妨害していく。特にこのね、幼稚園がめちゃくちゃ封鎖できるんで、これおすすめです。帰ってきた。しかもそこに置いてるから発電機触れなかったでしょ今の。軽く触って逃げていったな。オッケー。ふう。今回ご紹介したい映画、モータル。モータル。エンジン。モータルエンジンだったかな名前。ちょっと待って。移動都市というね、名前のやつなんですけども、間違ってたらちょっと訂正の字幕入れておきます。なんとこれ、戦争が起きて、ものすごい、テクノロジーの暴走による戦争が起きて、何百年かな ?300 年ぐらい経った後の話だったかな、人類は、なんと、町、普通だったらね、土地に家を建てるけども、全部の、その町全体が移動してるんですよ。町全体がずっと移動してる。そして、他の町をどんどん吸収していく、どでけえ町があって。で、主人公が住んでた町がね、それに飲み込まれる。まあ、顔に傷がついた、切り傷がついた女性が主人公なんだけども。はい、そこにも出てくる。邪魔だね。しないだろうとか。しかしすいません、そこ通れません。私の相棒が待ってくれています。はい。でね、この移動型都市で、考古学者をやっている、まあ、ある男とその主人公の少女に因縁があってという話なんですけども、これがねマッドマックスっぽさ、いるのは分かってるぞ、マッドマックスっぽさもある。非常にね、なんかこうやるね、よいしょ。そっちにもいるのか。ちょっと待って。あ、ストライクじゃない、メメントしなきゃ。いただきまーす。ほんとマッドマックスが好きな人だったらめっちゃ楽しめるんじゃないかなと思いますね。また移動型都市のこのサイバーパンク感半端ないんですよ。テクノロジー、前世、我々が住んでる頃の、まあ、テクノロジーとはまた違うっていうね、ところがあるんですが、時折ギャグ要素もあったりしてね、なんかこれが大昔に使ってた人間のテクノロジーだよって言ってスマホのぶっ壊れたやつとか展示されてたりね。これが旧時代の神の銅像だとかってね、ミニオンのぶっ壊れたやつがあったりとか、なんかそういったユーモアもありつつね、子供でも楽しめるような内容になっておりますね。さて残り一人、よいしょ。で、主人公もかっこいいんですけども、その世界の中で賞金首みたいな人たちもいて、でその賞金首の中国人の女性とかもめちゃめちゃかっこいいですね。戦闘機乗りとかをやってるんですけどもね。
まあ、そういう人たちとも関わり合いがあるんですが、なんとね、主人公を追う第三の刺客、なるものもあって、それが古代が生んだ、殺戮マシーン、もう目が緑色に光った、なんか人間、もともとは人間であるのか、非常に高度な、科学技術で作られたアンドロイドに近い人造人間みたいな、あっこれがかっこいい、めちゃくちゃかっこいい、すいませんけどそこ通りませんね。これが楽しいんだ、このハグプレイ。よいしょ、向こうでもやっていますね。あそこ通れなかったでしょう。戻って奥行ったかな、こっち回ってないだろうね。いや奥回って一回治療挟んでるかもな、これ。よいしょ、焦らない焦らない、この辺にも通過できないようにしておきましょうか。いやーワープできないからといって本当にこのハグが弱くなったかというと、もう全くそんなことないね。これこの実体化がいかに強いかっていうのを、これね毎回使ってて思うね。使う前はね微妙じゃないかって思うんだけど、使ってみると強いんだなこれ。ちょっと非常口を探してるんですよ私。非常口ないかな、だいたいこの地下にあるんだけどね、ないんだよね今回。しん、ちょっと私ねもう一人のやつを探すよりは地下室を探し回って、見つけた段階でまあこの女の子の、内臓はいただきます。美味しくいただいちゃいます、スタッフが美味しくいただいちゃいます。この地下にもあったりするんだよね非常口ね。ただここに書いておきましょう。楽しみだ。ちなみにさっきの映画は監督はねマッドマックスの人じゃないです、もちろんミラー監督ね。なので私ね、どうだろう、ミラー監督がやったらとんでもないものになったんじゃないかっていう気はしなくもないね。ねえな、非常口こんなにない、復活させられたな。ずっと向こうの小屋んとこあんのかな、もしやこっちの方のね。うん、足跡が残ってるじゃないか、汚な筋肉マッチメン。黒い服着やがって、服の上からでも抹茶なのがわかる。上には行ってない、もう奥行ったか。さあ魔の封鎖地域に入ってしまうのか、この幼稚園入れません。この強さやばいですね、なんちゅうこっちゃ。で非常口を探すたりと、でその都市自体が移動してるんですけども、このねその大都市がね襲ってきた時とかに、小さい都市は、小さな都市は普通に生活してるんだけども、普通に町内会丸ごとみたいなとこあるんですよ。でもね、来たぞーって逃げろーって避難みたいになるけど、あの街のその標識やらね店やらがバタンバタン畳んでいくの、なんかそのなんか飛び出す絵本みたいな、マニアなことない。あれ面白いね。あ、メメント、おいしい、いい筋肉からの、あ、どれどれ、剥げてしまう、思わず剥げちゃう、思わず頭抜けちゃう。うん、美味しかった。デザートは君、あ、食べれない。
デザート食べれねえ。しまったな。デザートはこの子に決めてたんだけども。しかも、今更ダイングライトを発動してる。忘れてたダイングライト持ってきたよな。あらよ。まあ、そんな、こんなでね。そういったアクションサイバーパンク映画みたいし、映画を見たい人がね、いかがでしょうか。うん。こんな感じで写真撮りましょう。目見開いてる、怖っ。めっちゃ 目見開いてた。まさかの。で無事、全滅させることができました。GG、うん、それではね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの良きゲームライフの方に載っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録はPC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。